インド占星術ラジオ、インタビュアーのヨコリンです。インド占星術の大家、清水俊介先生にお話を伺ってまいります。お久しぶりです、ヨコリンさん。久しぶりです。はい、6月からですね。6月に、セミナーがあってからですね。そうですね、これもう長いですね。6月と12月に、はい、年2回、ね、イタリア先生のセミナーを行うようになってから。そうですね、毎年2回、ヨコリンさんとマヤさんにお手伝いお願いしてますけども、これはあの内輪向けのね、セミナーで、インドから先生を呼んできてね、もう2011年からやってますよね。はい、やってます。長いですね。はい、はい、それでいつもヨコリンさんとはもう2004年ぐらいからのお付き合いになりますけども、ね、はい、確か先生が初めて人にあの先生術を教えるという一番最初の機会にたまたま私は恵まれて、ね、はい、そうですね。あの時はまだ僕も修行の身っていうか、今もそうなんですけども、まあ自分一人で勉強するのに限界を感じていた時で、あの時の自分の発想というのはですね、まあ、うん、アメリカから先生を呼んで学びたいなと思ってて、はいはい、じゃあ誰かと一緒に組んで、うん、ね、先生呼ぶって結構大変だから、で、はい、10人20人だったら人が集まれば呼べるかなと思って始めたのが2004年のコースで。あ、そうだったんですね。そうなんですよ。もともとの動機は、うん、まあ先生を外国から呼びたいなと、ええ、その時はインド人を呼ぼうとは思ってなくて。あ、はいはい、うん、インド人の書いた、まあ、ラオ先生の本もそうですけど結構難しくて、はいはい、でだけどその一方でアメリカ人の書く記事とか、ええ、まあ、本っていうのは割と理解しやすかったんで、はい、最初はやっぱアメリカ人から、まあ、習った方、英語も分かりやすかったしね、はい、そういうつもりで、まあとりあえずまあ人を集めて、はい、まあ、ほとんど口コミかそんな感じ、なんかで、ね、集めて、 そうですね、はい、それでまあ10人ぐらいでしたよね、あの時はね。そうですね、10人ぐらいで、あの本当に寺小屋みたいな感じで。寺小屋ですよね。あ、小さいあの場所を借りて恐る恐る始めて、まあ、うん、そうです。先生があれですよね、あのちっともあのそう今みたいにこう動機とかプロフィールを、ご自分のプロフィールとかご挨拶もなしに、なんかスタートして、突然パワーポイントを開いて、はい、突然開いて、はい、これから始めます。第一章ですって感じですけど。そうですね。まあ、学会の学会のノリで、私はあの大学結構長くいたんで、大学はそんな感じなんです、いつもね。パワーポイント、まあ、そういうこともわかんないじゃないですか、私。あのね、プレゼンはね、最初パワーポイントを出して、で、まあ、紙芝居のように説明していけばいいっていう、そういう頭があったんで、とりあえずパワーポイント出して、はい、でパワーポイントをめくって図表が出てくるじゃない、それを説明していくという、はい、そういうやり方に慣れてて、今みたいにこういろいろ言葉数をいろいろそれで稼いでどのこうのっていうのは頭がなく、もちろんのラポール形成とかそういうのもなくて、まあ、そうですね、だからすごく難しい方なのかなとか、なんか近寄りがたい人なのかなとか、そういう印象が最初はありましたね。うん、そうですよね。ヨコリンさんはあの一番後ろの席に、入り口のそばに座っててですね、ドアに半分足を挟みながら、はい、そうですね、いつでも逃げていけるような。やっぱりなんか当時はまだインド占星術ってそんなあの なんだろう、自分でもちょっとどんなものだろう、怪しいかもしれないと思いながらちょっと参加してたんで、うんうん、いつでも逃げられるような体勢をとって話を聞いた覚えがあります。そうですね、はい、まあなんか割とあの用心深い人ですからね。そうですね、うん、まあもしなんか偽物って言うと変ですけど、いい加減なことをやっているような事業だったら、まあ一回で逃げ出そうっていうくらいの気持ちで、うん、まあ途中でも早々に帰ろうかなっていう、はい、そういうつもりで、そういう気持ちでした、はい、うん、でもところがこの長く続いてますよね、もう15年ですよね。はい、もう1回目とかから
感動して、なんて面白いんだろうと思って まあ先生の話も面白いし、まあ資料も膨大な資料をいただいて、うそうですね、最初はちょっと僕も申し訳ないなと、お話、まあ、自分の話はつまらないかもしれないという負い目があって、で申し訳ないなと、話がつまらなくてもまあ満足して帰ってもらおうというそういう思いがあったんで、毎回毎回100ページぐらいの資料をねお渡ししてましたよね、はい、そうです ね、だから終わる頃にはもう1000ページぐらいになってて、はい、でそれを盗む人も今盗まれて関西あたりでそれで授業を始めてる人もいましたけど、まあ、そういうこともありましたけど、まあそれぐらいの価値のある資料を僕は作って、まあ、いたんですね、はい、その時はまあでも僕もまあ勉強中なんで、とにかくいろんなものを翻訳して吸収していけば読めるようになるという、うん、そういうまあ幻想を抱いていた時期で、一生懸命勉強してたんですけどね。ただまあ、まあまあアメリカの人から学んでもまあある程度までいくけど、そこから先にはいけないかなと思って、まあ最終的にはインドに行くことにしたんですけどね、うん、そうですね、先生が、うん、まあインドに行く前は一度ボーンポール先生、うん、アメリカから、うん、読んでましたよね、読んで日本で講座をしたこともありましたよね、うんうん、あれは結構続いたんですよ、4回ぐらいやりませんでしたっけ、やりましたね、はい、ね、まあ、あれはあれですごく難しいインド先生術のこう基礎の部分をまあ、自分の頭の中にこう叩き込む意味ではすごい、あれはあれで勉強になった講座だったんですけどね、面白かったですよね、面白かったです、まあ、だけど、まあ、まああれはあれで、うん、いいかなとは思ってたんですけども、僕の場合はなんかやっぱり、うん、もうちょっと知りたいなっていうのがあってね、なんかやっぱりちょラオ先生が本に書いてある内容とちょっと違うんだよね、うん、はい、だからその違いが何だろうっていうのがあって、でもそこに結構重要なポイントがあるんだろうなっていう、そういうのは直感あったんで、やっぱりインドに行かないとダメかなとは思ってたんですよね、そうですね、先生がインドで勉強していきたいっていう話を、うん、最初伺った時にやっぱり それくらいまでちょっと先生に学んでいただいて、そこからまた教えていただけたらっていう、私もそういう気持ちで応援してました。ああそうですか、うん、ありがとうございます、うん、まあ本当は1年の予定だったんですけどね、なんか6年になっちゃって本当は1年で大人になってからの留学はね大変ですよね、そうなんですよね、いい年こいて、しかもまあ1年だったらいけるかなと思って行ったんですけど、まあ面白くて帰ってこれなくなっちゃってあまりにも面白いんでね帰ってこれなくなっちゃって